はい、どうも皆さんこんにちは、ケイと申します。今回も画像確定のドラゴンボールヒーローズオリパを購入したので早速開封していこうと思います。今回ですね、こちら海賊娘さんという方からラクマの方で購入させていただきました。ただ先着制でして、応募がツイッターで募集してましたね。もうあっという間になくなっていた商品なんですけど、私はなんと優先枠というご好意をいただきまして、5番の番号を購入させていただきましたので、今から開けていきます。はい、プチプチに入ってて、さらに防水加工、すごい丁寧な梱包ですね。で、ラインナップは例のごとくまた画面の方に映しておこうと思うんですが、まあ上段ガードで下段が、負けっていうか、まあこのラインナップからすると負けってほとんどないようなすごい優良なオリパーだと思います。で、私としては持ってないナッパーのプロモとか、あとはもちろんレジットブルーや赤仮面が当たるといいですね。では一パック早速開けていきます。はい、中はこんな感じですね。あ、なんかパッケージが、表紙がついててすごいなんかいいですね。この度はご購入ありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。ペコ。それではいいカードが当たりますように。海賊娘さん、ありがとうございます。こういうのは全部取ってあります。あ、青スリーブですね。関係あるのかな。いきますよ。じゃあ表紙をめくります。お、魔人ブーの SR からですね。1枚めくるとどこが当たったか分かるんで、最初は肝心です。いきますよ、せーの、こちら。おー、ジレン。こちら、トッポ、プライトトルーパーズからの、おー、スーパービビートランクス、ドミグラ。おー、いいね。どうですかこのラインナップ。確か、まあこれはね、下段の方にあったと思うんですけど、1パック3000円なので、え、これって普通に全然ハズレじゃない気がするんですけれど。で、状態は備品です。え、何これ、3000円以上するよねこれ、合計でいいのかな、勝ちっていうことで。私としては勝ちだと思います。やったぜ。はい、というわけで今回ですね、ラクマの方で、海賊娘さんの画像確定オリパ購入させていただいて、見事下段なんだけど勝っちゃったっていう結果となりました。まあね、ラインナップが本当に有料だったので、もうぜひ買いたいなっていうところで買えたので良かったと思います。またね、購入希望者が多いと思うんですが、今度は先着で正々堂々と買っていきたいと思いますので、また購入できたらご紹介させていただきたいと思います。はい、本日もご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。